銀河鉄道の夜、宮沢賢治。1、午後の授業。では皆さんは、そういうふうに川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていた、このぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう？ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てふすっと笑いました。ジョバンニはもうどぎまぎして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう？やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名指ししました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラがやはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、ではよしと言いながら自分で星図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう？ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれども、いつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちで、カンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなく、カンパネルラはその雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事がつらく、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあんまりものを言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って、気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。
そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですから、もしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまりその星は皆父の中にまるで細かに浮かんでいる雌雄の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました。天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がほぼこの中頃にあって、地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立って、このレンズの中を見回すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方は、ガラスが厚いので光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれくらいあるか、またその中のさまざまな星についてはもう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。ではここまでです。本やノートをおしまいなさい。そして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。2、活版所。ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の七八人は家へ帰らず、カンパネルラを真ん中にして校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて川へ流すカラスウリを取りに行く相談らしかったのです。けれどもジョバンニは手を大きく振ってどしどし学校の門を出てきました。すると町の家々では今夜の銀河の祭りに一位の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたり、いろいろ支度をしているのでした。
家へは帰らず、ジョバンニが町を三つ曲がって、ある大きな活版所に入って、すぐ入り口の計算台にいたダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をして、ジョバンニは靴を脱いで上がりますと、突き当たりの大きな戸を開けました。中にはまだ昼なのに電灯がついて、たくさんの輪転機がバタリバタリと回り、切れで頭を縛ったり、ランプシェードをかけたりした人たちが、何かを歌うように読んだり数えたりしながら、たくさん働いておりました。ジョバンニは、すぐ入り口から3番目の高いテーブルに座った人のところへ行って、お辞儀をしました。その人はしばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかね、と言いながら、一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人のテーブルの足元から、一つの小さな平たい箱を取り出して、向こうの電灯のたくさんついた、立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと、小さなピンセットで、まるで泡粒くらいの活字を、次から次と拾い始めました。青い胸当てをした人が、ジョバンニの後ろを通りながら、よう、虫眼鏡くん、おはよう、と言いますと、近くの四五人の人たちが、声も立てず、こっちも向かずに、冷たく笑いました。ジョバンニは何べんも目を拭いながら、活字をだんだん拾いました。6時が打ってしばらく経った頃、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱を、もう一度手に持った紙切れと引き合わせてから、さっきのテーブルの人へ持ってきました。その人は、黙ってそれを受け取って、かすかにうなずきました。ジョバンニはお辞儀をすると、戸を開けて、さっきの計算台のところに来ました。するとさっきの白服を着た人が、やっぱり黙って、小さな銀貨を一つ、ジョバンニに渡しました。ジョバンニはにわかに顔色が良くなって、威勢よくお辞儀をすると、台の下に置いたカバンを持って、表へ飛び出しました。それから元気よく口笛を吹きながらパン屋へ寄って、パンの塊を一つと角砂糖を一袋買いますと、一目散に走り出しました。家。ジョバンニが勢いよく帰ってきたのは、ある裏町の小さな家でした。その三つ並んだ入り口の一番左側には、空箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって、小さな二つの窓には、日用意が降りたままになっていました。おっかさん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ジョバンニは靴を脱ぎながら言いました。ああ、ジョバンニ、お仕事がひどかったろ。今日は涼しくてね。私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を上がっていきますと、ジョバンニのお母さんが、すぐ入り口の部屋に白い切れをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。おっかさん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前先にお上がり？私はまだ欲しくないんだから。おっかさん、
姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時頃帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。おっかさんの牛乳は来ていないんだろうか。来なかったろうかね。僕、行って取ってこよう。ああ、私はゆっくりでいいんだから。お前先にお上がり。姉さんがね、トマトで何かこしらえてそこへ置いていったよ。では僕食べよう。ジョバンニは窓のところからトマトの皿を取ってパンと一緒にしばらくむしゃむしゃ食べました。ねえおっかさん、僕、お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。けれども、お前はどうしてそう思うの？だって今朝の新聞に、今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。ああ、だけどね、お父さんは漁へ出ていないかもしれない。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るような、そんな悪いことをしたはずがないんだ。この前お父さんが持ってきて学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの、今だってみんな標本室にあるんだ。6年生なんか授業の時先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。おととし修学旅行で、お父さんはこの次はお前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれを言うよ。冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれども、カンパネルラなんか決して言わない。カンパネルラは、みんながそんなことを言うときには気の毒そうにしているよ。あの人はうちのお父さんとは、ちょうどお前たちのように小さいときからのお友達だったそうだよ。ああ、だからお父さんは僕を連れてカンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃は良かったな。僕は学校から帰る途中、たびたびカンパネルラの家に寄った。カンパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号標もついていて、信号標の明かりは汽車が通るときだけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなったとき、石油を使ったら釜がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれどもいつでも家中まだしんとしているからな。早いからね。ザウエルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずっと町の隅までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラス売りの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ、今晩は銀河のお祭りだね。うん、僕牛乳を取りながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。あ、僕岸から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら
心配はないから。ああ、きっと一緒だよ。おっかさん、窓を閉めておこうか。ああ、どうか。もう涼しいからね。ジョバンニは立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると、勢いよく靴を履いて、では、1時間半で帰ってくるよ。と言いながら、暗い戸口を出ました。4. ケンタウル祭の夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったり、ジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その伝統を通り越す。そーら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た。とジョバンニが思いながら大股にその街灯の下を通り過ぎた時、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て、伝統の向こう側の暗い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリ、カラス売り流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはバッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだいザネリー、とジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火花を植わった家の中へ入っていました。ザネリは、どうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに。僕が何にもしないのにあんなことを言うのは、ザネリがバカなからだ。ジョバンニはせわしくいろいろのことを考えながら、さまざまの明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた町を通っていきました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、1秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の人馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それは昼学校で見たあの図よりはずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには3本の足のついた小さな望遠鏡が
黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの勇士だの空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ってたりして、しばらくぼんやり立っていました。それからにわかにお母さんの牛乳のことを思い出して、ジョバンニはその店を離れました。そして窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って大きく手を振って町を通っていきました。空気は澄み切って、まるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタヌスの木などは中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らはみんな新しい檻のついた着物を着て、星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、梅雨を降らせと叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を模したりして楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く頭を垂れて、そこらのにぎやかさとはまるで違ったことを考えながら牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんはと言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。ジョバンニはまっすぐに立ってまた叫びました。するとしばらくたってから、年取った女の人がどこか具合が悪いようにそろそろと出てきて、何か用かと口の中で言いました。あの、今日牛乳が僕んとこへ来なかったのでもらいに上がったんです。ジョバンニが一生懸命勢いよく言いました。今誰もいないのでわかりません。明日にしてください。その人は赤い目の下のとこをこすりながらジョバンニを見下ろして言いました。おっかさんが病気なんですから今晩でないと困るんです。ではもう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか。ではありがとう。ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。十時になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒いシャツやぼんやり白いシャツが入り乱れて、六七人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめいカラス売りの明かりを持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。
川へ行くの？ジョバンニが言おうとして、少し喉が詰まったように思ったとき、ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になって、もう歩いているかもわからず、急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って、怒らないだろうかというように、ジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの背の高い形が過ぎていって、まもなくみんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき振り返ってみましたら、ザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカンパネルラもまた高く口笛を吹いて、向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。ジョバンニは何とも言えず寂しくなって、いきなり走り出しました。すると耳に手を当てて、わーっと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて描けるのだと思って、わーいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。5、天麒麟の柱。牧場の後ろは緩い丘になって、その黒い平らな頂上は北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。ジョバンニはもう梅雨の折りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草やいろいろな形に見える藪の茂みの中を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、ジョバンニはさっきみんなの持っていったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにガランと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂の天麒麟の柱も見分けられたのでした。釣り金草か野菊かの花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を泣き続けながら通っていきました。ジョバンニは頂の天麒麟の柱の下に来て、どかどかする体を冷たい草に投げました。町の火は闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレギレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり
笑ったり、いろいろなふうにしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。ああ、あの白い空の帯が、みんな星だというぞ。ところがいくら見ていてもその空は昼先生の言ったようながらんとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく見れば見るほどそこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青い琴の星が三つにも四つにもなってちらちら瞬き、足が何べんも出たり引っ込んだりして、とうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。また、すぐ目の下の町までが、やっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるように思いました。6. 銀河ステーション。そしてジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつしかぼんやりした三角標の形になってしばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりしてとうとう輪と動かないようになり濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパーッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて空中に沈めたという具合。また、ダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何べんも目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごと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 、ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の警備鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら、座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるで柄空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だか分かりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたの?と言おうと思ったとき、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども追いつかなかったと言いました。ジョバンニは、
そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながら、どこかで待っていようかと言いました。するとカンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ、お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら、少し顔色が青ざめて、どこか苦しいというふうでした。するとジョバンニも、なんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカンパネルラは窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って勢いよく言いました。ああ、しまった、僕水筒を忘れてきた、スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない、もうじき白鳥の停車場だから。僕白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕はきっと見える。そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。まったくその中に白く表された天の川の東の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そしてその地図の立派なことは、夜のように真っ黒な盤の上にいちいちの停車場や三角標、潜水や森が、青や橙や緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？ああ、僕、銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろ？ジョバンニは、白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。そうだ。おや、あの河原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀色の空のすすきが、もうまるで一面、風にさら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 揺れて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ、銀河だから光るんだよ。ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって、足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星巡りの口笛を吹きながら、一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減か、ちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも輪行の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少しかすんで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニは
まるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青やだいだいやいろいろ輝く三角標も、天でに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た。ジョバンニは言いました。それにこの汽車、石炭を焚いていないね。ジョバンニが左手を突き出して、窓から前の方を見ながら言いました。アルコールか電気だろう？カンパネルラが言いました。ごと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 、その小さなきれいな汽車は、空のすすきの風に翻える中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中を、どこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指さして言いました。線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。ジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ。あんなに後ろへ行ってしまったから。カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花がいっぱいに光って過ぎていきました。と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるようにいよいよ光って立ったのです。7. 北十字とプリオシン海岸。おっかさんは僕を許してくださるだろうか。いきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳き込んで言いました。ジョバンニは、ああそうだ、僕のおっかさんはあの遠い一つの塵のように見える橙色の三角標のあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだった。と思いながら、ぼんやりして黙ってしまいました。僕は、おっかさんが本当に幸いになるなら、どんなことでもする。けれども、一体どんなことが、おっかさんの一番の幸いなんだろう。カンパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。ジョバンニはびっくりして叫びました。僕わからない。けれども誰だって本当にいいことをしたら一番幸いなんだね。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。カンパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかに車の中がパッと白く明るくなりました。見るともう実に金剛石や草の露やあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中にぼーっと青白く五光の差した一つの島が見えるのでした。
その島の平らな頂に、立派な目も覚めるような白い十字架が立って、それはもう凍った北極の雲でいたと言ったらいいか、スキッとした金色の円光をいただいて、静かに永久に立っているのでした。ハレルヤ、ハレルヤ。前からも後ろからも声が起こりました。振り返ってみると、射室の中の旅人たちは、みんなまっすぐに着物のひだを垂れ、黒いバイブルを胸に当てたり、水晶の数珠をかけたり、どの人もつつましく指を組み合わせて、そっちに祈っているのでした。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。カンパネルラの方は、まるで熟したリンゴの証のように美しく輝いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移っていきました。向こう岸も青白くポーッと光って煙、時々やっぱりススキが風に翻るらしく、さーっとその銀色が煙って息でもかけたように見え、またたくさんのリンドウの花が草を隠れたり出たりするのは、優しい狐火のように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間はすすきの列で遮られ、白鳥の島は二度ばかり後ろの方に見えましたが、時期もうずっと遠く小さく絵のようになってしまい、またすすきがざわざわ鳴って、とうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろには、いつから乗っていたのか、背の高い黒い担ぎをしたカトリック風の尼さんが、まん丸な緑の瞳をじっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを、慎んで聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです。もうじき白鳥の停車場だね。ああ、11時かっきりには着くんだよ。早くもシグナルの緑の明かりとぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎ、それから硫黄の炎のような暗いぼんやりした転轍機の前の明かりが窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、まもなくプラットホームの一列の電灯が美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計のダイヤルには、青く焼かれた鋼の二本の針がくっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて、車室の中はガランとなってしまいました。20分停車、と時計の下に書いてありました。僕たちも降りてみようか。ジョバンニが言いました。降りよう。二人は一度に跳ね上がって、ドアを飛び出して改札口へ駆けていきました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり、誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤帽らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。
そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の青光の中へ通っていました。先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした。二人がその白い道を肩を並べていきますと、二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の二本の柱の影のように、また二つの車輪の矢のように幾本も幾本も四方へ出るのでした。そして間もなくあの汽車から見えたきれいな河原に来ました。カンパネルラはそのきれいな砂をひとつまみ手のひらに広げ、指でキシキシさせながら夢のように言っているのでした。この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。そうだ。どこで僕はそんなこと習ったろう、と思いながら、ジョバンニもぼんやり答えていました。河原の小石はみんな透き通って、確かに水晶やトパースや、またくしゃくしゃの終局を表したのや、また角が霧のような青白い光を出す紅玉やらでした。ジョバンニは走ってその渚に行って水に手を浸しました。けれども怪しいその銀河の水は水素よりももっと透き通っていたのです。それでも確かに流れていたことは、二人の手首の水に浸ったとこが少し水銀色に浮いたように見え、その手首にぶっつかってできた波は美しい輪郭を上げてちらちらと燃えているように見えたのでも分かりました。川上の方を見ると、ススキのいっぱいに生えている崖の下に白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでした。そこに小さな五六人の人影が何か掘り出すか埋めるかしているらしく、立ったりかがんだり、時々何かの道具がピカッと光ったりしました。行ってみよう。二人はまるで一度に叫んで、そっちの方へ走りました。その白い岩になったところの入り口に、プリオシン海岸という瀬戸物のツルツルした表札が立って、向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。おや、変なものがあるよ。カンパネルラが不思議そうに立ち止まって、岩から黒い細長い先の尖ったくるみの実のようなものを拾いました。くるみの実だよ。空、たくさんある。流れてきたんじゃない。岩の中に入ってるんだ。大きいね、このくるみ。倍あるね。こいつは少しも傷んでない。早くあそこへ行ってみよう。きっと何か掘ってるから。二人はギザギザの黒いくるみの実を持ちながら、またさっきの方へ近寄っていきました。左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には一面銀や貝殻でこさえたようなススキの穂が揺れたのです。だんだん近づいてみると、一人の背の高いひどい金眼鏡をかけ長靴を履いた学者らしい人が、手帳に何かせわしそうに書きつけながら、つるはしを振り上げたり、スコープを使ったりしている三人の助手らしい人たちに、夢中でいろいろ指図をしていました。そこのその突起を壊さないように、スコープを使いたまえ、スコープを。おっと、もう少し遠くから掘って。いけない、いけない。
なぜそんな乱暴をするんだ。見るとその白い柔らかな岩の中から大きな大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰れたというふうになって半分以上掘り出されていました。そして気をつけてみるとそこらにはひづめの二つある足跡のついた岩が四角に塔ばかりきれいに切り取られて番号がつけられてありました。君たちは三冠かね？その大学士らしい人が眼鏡をキラッとさせてこっちを見て話しかけました。くるみがたくさんあったろ。それはまあざっと120万年ぐらい前のくるみだよ。ごく新しい方さ。ここは120万年前第三期の後の頃は海岸でね、この下からは貝殻も出る。今川の流れているとこにそっくり塩水が寄せたり引いたりもしていたのだ。この獣かね、これはボスといってね。おいおい、そこ鶴橋はよしたまえ。丁寧にのみでやってくれたまえ。ボスといってね、今の牛の先祖で昔はたくさんいたさ。標本にするんですか？いや、証明するにいるんだ。僕らから見るとここは厚い立派な地層で120万年ぐらい前にできたという証拠もいろいろ上がるけれども、僕らと違ったやつから見てもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるいは風か水やがらんとした空かに見えやしないかということなのだ。わかったかい？けれども、おいおい、そこもスコープではいけない。そのすぐ下に肋骨が埋もれてるはずじゃないか。大学士は慌てて走っていきました。もう時間だよ、行こう。カンパネルラが地図と腕時計とを比べながら言いました。ああ、では私どもは失礼いたします。ジョバンニは丁寧に大学士にお辞儀しました。そうですか、いや、さようなら。大学士はまた忙しそうにあちこち歩き回って監督を始めました。二人はその白い岩の上を一生懸命汽車に遅れないように走りました。そして本当に風のように走れたのです。息も切れず膝も熱くなりませんでした。こんなにして駆けるのならもう世界中だって駆けれるとジョバンニは思いました。そして二人は前のあの河原を通り、改札口の電灯がだんだん大きくなって、まもなく二人は元の車室の席に座って、今行ってきた方を窓から見ていました。八、鳥を取る人。ここへかけてもようございますか？ガサガサしたけれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。それは茶色の少しボロボロの外套を着て白い切れで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。ええ、いいんです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。その人はひげの中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは
何か大変寂しいような悲しいような気がして、黙って正面の時計を見ていましたら、ずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながら、ジョバンニやカンパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおずおずしながら二人に聞きました。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか？どこまでも行くんです。ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。それはいいね。この汽車は実際どこまででも行きますぜ。あなたはどこへ行くんです？カンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり、大きな鍵を腰に下げた人もちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったでもなく、頬をピクピクしながら返事しました。わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売でね。何鳥ですか？鶴やガンです。サギも白鳥もです。鶴はたくさんいますか？いますとも。さっきから泣いてまさ。聞かなかったのですか？いいえ。今でも聞こえるじゃありませんか。そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。二人は目を上げ、耳を澄ましました。ごとごとなる汽車の響きと、すすきの風との間から、コロンコロンと、水の湧くような音が聞こえてくるのでした。鶴、どうして取るんですか？鶴ですか？それともサギですか？サギです。ジョバンニはどっちでもいいと思いながら答えました。そいつはな、造作ない。サギというものは、みんな、天の川の砂がこごってぼーっとできるもんですからね。そして始終川へ帰りますからね。河原で待っていて、サギがみんな足をこういうふうにして降りてくるとこう、そいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうサギは固まって安心して死んじまいます。あとはもうわかりきってますさ。押し場にするだけです。サギを押し場にするんですか？標本ですか？標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。おかしいね。カンパネルラが首をかしげました。おかしいも不審もありませんや。そら。その男は立って、網棚から包みを下ろして、手早くくるくると解きました。さあ、ご覧なさい。今取ってきたばかりです。本当に詐欺だね。二人は思わず叫びました。真っ白な、あのさっきの北の十字架のように光る詐欺の体が、とうばかり少し平べったくなって、
黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたのです。目をつぶってるね。カンパネルラは指でそっとサギの三日月型の白いつぶった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。ね、そうでしょ。鳥取は風呂敷を重ねてまたくるくると包んで紐でくくりました。誰が一体ここらでサギなんぞ食べるだろうとジョバンニは思いながら聞きました。サギはおいしいんですか？ええ、毎日注文があります。しかしガンの方がもっと売れます。ガンの方がもっと柄がいいし、第一手数がありませんからな。そら、鳥取はまた別の方の包みを解きました。すると木と青白とまだらになって、何かの明かりのように光るガンがちょうどさっきのサギのようにくちばしをそろえて少し平べったくなって並んでいました。こっちはすぐ食べられます。どうです、少しお上がりなさい。鳥取は黄色なガンの足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレートででもできているようにすっときれいに離れました。どうです、少し食べてごらんなさい。鳥取はそれを二つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみて、なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりももっとおいしいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はどこかそこらの野原の菓子屋だ。けれども僕はこの人をバカにしながらこの人のお菓子を食べているのは大変気の毒だ。と思いながら、やっぱりポクポクそれを食べていました。もう少しお上がりなさい。鳥取がまた包みを出しました。ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、ええ、ありがとう。と言って遠慮しましたら、鳥取は今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。いやあ、商売物をもらっちゃすみませんな。その人は帽子を取りました。いいえ、どういたしまして。どうです？今年の渡り鳥の景気は。いやあ、素敵なもんですよ。おとといの第二元頃なんか、なぜ灯台の火を規則以外にさせるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、なに、こっちがやるんじゃなくて渡り鳥どもが真っ黒に固まって証の前を通るのですから仕方ありませんや。私はべらぼうめえ、そんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て、足と口との途方もなく細い大将へやれって、こう言ってやりましたがね。はは。すすきがなくなったために、向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。サギの方はなぜ手数なんですか？カンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。それはね、サギを食べるには。鳥取はこっちに向き直りました。天の川の水の明かりに十日も吊るしておくかね。そうでなきゃ、砂に三四日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。
こいつは鳥じゃない。ただのお菓子でしょ。やっぱり同じことを考えていたと見えて、カンパネルラが思い切ったというように尋ねました。トリトリはなんだか大変慌てた風で、そうそう、ここで降りなきゃ。と言いながら、立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。どこへ行ったんだろう。二人は顔を見合わせましたら、灯台森はニヤニヤ笑って、少し伸び上がるようにしながら、二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今のトリトリが、黄色と青白の美しい輪行を出す一面の河原母子草の上に立って、真面目な顔をして、両手を広げて、じっと空を見ていたのです。あそこへ行ってる。ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるところだね。汽車が走っていかないうちに、早く鳥が降りるといいな。と言った途端、がらんとした桔梗色の空から、さっき見たようなサギが、まるで雪の降るようにギャーギャー叫びながらいっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥鳥はすっかり注文通りだというようにホクホクして両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋の中に入れるのでした。するとサギはホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとうみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられる鳥よりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくや否や、まるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、間もなく溶鉱炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも二、三度明るくなったり暗くなったりしているうちに、もうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥鳥は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて、兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったら、もうそこに鳥鳥の形はなくなって、かえって、ああ、せいせいした。どうも体にちょうどいいほど稼いでいるくらいいいことはありませんな。という聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。見ると鳥鳥はもうそこで取ってきたサギをきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか？ジョバンニがなんだか当たり前のような、当たり前でないようなおかしな気がして問いました。どうしてって、来ようとしたから来たんです。全体あなた方はどちらからおいでですか？ジョバンニはすぐ返事しようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのか、もうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。ああ、遠くからですね。トリトリは分かったというようにぞうさなくうなずきました。